皆さんこんばんは。最近病み上がり気味で声ガラガラの元男の子の青木かのんです。皆さんに大切なお知らせがあります。私青木かのんは以前の動画で iPhone 11 Pro は買わない方がいい、11を買うべきだという動画を出したにもかかわらずiPhone 11 Pro 買いました。しかもですね、その以前出した動画が予想以上にたくさんの方に見られちゃいまして、この iPhone 11 Pro 1ヶ月前ぐらいに買ってんですけども、出すに出せなかったんですよね。そりゃ怖いでしょ。あんなに動画内でプロなんていらねえよみたいな豪語してたのに、買ってんだよ、やばいからね。後ろから刺されちゃってもおかしくないですから。あ、それはないか。ですが私は未だに iPhone 11を押しています。実はですね、2ヶ月ほど前に友人から1週間ほど iPhone 11をレンタルさせていただいたんですね。で今回ですね、今でも11と11 Pro どっち買うか迷うなーみたいな方の参考になればいいなっていうのと、私がなぜ11 Pro なんていらねえよガトリングリボルバーじゃねえかみたいなことを言っていたのにかかわらず買った理由について話していければと思います。よかったら最後まで見ちゃってください。今日はちゃんとしっかり iPad に内容をまとめてますので、これを見ながら話を進めていきます。まずですね、聞いて驚け、ベンチマークっていうスコアが分かるサイトがあるんですよね。 Android の例えば Galaxy とか Xperia とか測定するとだいたい30万点から35万点ぐらいを行ったり来たりするぐらいのなんかパワーなんですよ。しかし iPhone 11はだいたい45万点から50万点のぶっちぎりなんですよね。やばくない？この iPhone 11 Pro、その11の上だと思ってますよね。同じです。基本的にチップも一緒なんでパワーは変わらないんですよ。ってことを聞くと、11 Pro 買う必要性なくない？みたいな、私もそう思います。普段使いでは価格なんですけども、 iPhone 11が 74,800円でございます。 11 Pro が 106,800円、その価格差 32,000円でございます。32,000円って結構でかいですよね。だって今 Apple でめちゃめちゃ大人気なワイヤレスイヤホン AirPods Pro がその価格差で買えちゃうんですよ。しかもお釣りが出ます。あとバッテリーなんですけども、えげつないぐらいいいです。それは11も11 Pro も同じです。感覚としては朝満充電するじゃないですか。で普通に動画撮ったりとか、インターネット、いろいろ SNS とか、動画も見たりとかいろいろしてますけども、夜帰宅する頃に電池残量見たら 60% ぐらい残ってたりとか、本当にバッテリー持ちは良かったです。画面のサイズ、本体サイズですね、違います。 iPhone 11は 6.1 インチなんですよ。5.8 インチと比べたら一回り大きいんですよね。その手が小さい方だったら 6.1 インチみたいな感じになられるかもしれないんですけども、正直私どっちにしろてっぺんは届かないんですよ。片手持ちだと画面入力片手でしたいという方も片手打ちモードがあるじゃないですか。なんであんまり気にすることないかなと思ってます。そのベゼル幅とかこういう黒縁のとこですよね、11の方が少し分厚いっていう、だからそこも相まって持ち心地は変わってくるかなっていうところ、持ち心地ぐらいみたいな。あとはディスプレイの違い、11が液晶ディスプレイなんですよ、11 Pro が有機 EL なんですよね。画面の綺麗さっていうんですかね。いやでもそんな分かんないんだよな、私あんまり、そこ分かんなかったです。デザインなんですけども、デザインは確かに差はあるかなと思います。 iPhone 11が背面がガラスで側面がアルミニウムなんですよね。こっちの11 Pro が背面が同じガラスなんですけども、ちょっとマット加工されているようなすりガラス、指紋つきにくいんです。で側面がステンレス、iPhone 11の方は側面アルミだから、プロのステンレスと比べたら側面は指紋つきにくいみたいな、背面はガラスだから指紋つきやすいよみたいな、どっちもどっちではあるんですけども、でも正直今まで iPhone 使っていた方だったらわかると思うんですけども、 iPhone 8
までは背面ガラスで側面がアルミだったじゃないですか。それが一番その最上位モデルって言われてたので、十分 iPhone 11も高級感あると思うんで、うーん、11 Pro は、まあ、それより一歩高級感を増したデザインだなっていう印象です。レビューアーさんとか、まあ、ブログ記事とか読んでも11はその廉価版みたいな結構言われがちですけども、両方ともハイエンドモデルじゃないみたいな感じです。あんまりね、本当11と11 Pro の明確なその違いがそこまで感じなかったんですよね。じゃあお前なんで買ったんだよ。はい、お答えいたします。私がこの iPhone 11 Pro を買った明確な理由がたったの2つです。1つ目、私はですね、今まで iPhone ケースを120万円以上使った人間なんですよ。むしろ iPhone 本体よりもケースが好きっていうぐらいイカれてるんです。そのケースメーカーさんってどっちかっていうとそのメインモデルのケースを販売すると思うんですね。まあ、これとかこのモデル11もありますけども、こういうなんか不思議なケースが、まあ、若干プロの方がラインナップ多いなっていう私の感覚です。いいケース見つけた時に、あ、これプロ用かみたいななりたくないから11プロを選んだっていうことです。2つ目の理由は、私が YouTuber だからっていうことだと思ってます。別に YouTuber じゃなくてもいいと思うんですけども、カメラがすごい必要だったんですよ。11には超広角カメラと標準カメラが装備されていて、11 Pro には超広角カメラと標準カメラ、そして望遠カメラ。超広角カメラの説明をするとこんな感じに広く撮れるんですよ。こうやって離さなくてもテーブル全体映せちゃう。ここまでは11と11 Pro 同じなんですよ。ただ私は望遠が使いたいんですよ。で、望遠っていうのは遠くのものをそのあんまり画質を落とさずに撮れるっていう機能なんですよね。普通になんかこうやってやればさ、ズームできるじゃないですか。あれってデジタルズームなんですよ。画質が落ちちゃうんですよね。私がその望遠カメラ使っててすごい良かったなって思うのが、あの飛行機の座席の、私は窓側じゃなくて隣に人がいるんですよ。でも窓側の景色を撮りたいなみたいななった時に、こう iPhone をさやったら隣の人に迷惑じゃないですか。その時にこうやってやるだけで本当に窓側の席に座っている人が撮るようなアングルで撮れたんですよね。まあ、それはめちゃめちゃ便利で、11にもつけてほしかったなみたいな。11シリーズの前作ですよね、 10S シリーズ、 10S シリーズにはついてたんですよ。なんで撮っちゃったんだろうなみたいな、そんな感じがしてます。望遠すごい好きです。まあ、その2つだけなんですよ。私がどういった方に11と11 Pro を勧めれるかというと、まず11の方は特定の機能を使わないカメラとかなんかそこら辺です。プラス色の好みが11にあるなら迷わず11でいいと思います。そして11買う人は差額の 32,000円で AirPods Pro を買うことをめちゃめちゃおすすめします。外の環境音がさっとこう消えていったんですよね。地下鉄のホームで電車乗り過ごしちゃうんじゃないのかなっていうぐらい本当に周りの音がシャットダウンされるんで、まあ、使うには結構注意が必要なんですけども、外部の音を取り込みますっていうモードもあるから場面によって使い分けるみたいな感じで、なので万能です。これ11 Pro 買った方がいい方、特定の機能を使う&絶対的な高級感を求めるならプロ。その特定の機能って言ったら望遠カメラぐらいです。高級感とかあんまり気にしない、気にしないっていうか、11のパープルが私気になっててすごいいい色だなって思うし、なんかピアノの漆黒なブラックみたいな綺麗な黒があるし、いや意外と11高級感あるんじゃないみたいな。11 Pro はスペースグレーっていう、まあ、黒目の色があるんですけども、完璧な黒じゃないんですよね。本当望遠カメラぐらいですかねっていうぐらい進める理由があまりないんですよ。私もこういう YouTuber みたいな映像を撮ったりとか写真で SNS 更新したりとかするような人じゃなかったら迷わず11買いますね。いかがだったでしょうか。少しでも購入の参考になれば幸いです。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらもぜひフォローお願いします。
また次の動画でお会いしましょう。